ちょっとキレッキレなんだけど勝てないね。これ金曜日の夜ってそういう感じなの？やっぱレベル違う？そんな感じはするよね。ちょっとレベチな感じはするよね。1番3だからもうボートにしよう。さっきのラウンドで下ネタ言ってる間の俺の顔見てみてえな。もう一回やばそうだな。パンパン漬け週末多いからな。そういうことよ。まあ大体土曜日の夜とか金曜日の夜満室だよね。何がとは言わんけど大抵満室なんだよ。あの中間グレードの部屋が大体もう一番高い部屋しか空いてませんみたいなあるよね。中間グレードの部屋大体いっぱいなんだよな。せんなら高校生ギリ払え。高校生入っちゃいけないよ。ダメだよ。何がとは言わんけど高校生入っちゃいけないぞ。18歳未満立ち入り禁止やかんな。ダメだぞ。いやでもカラオケでいかがわしいことする人もいるじゃんね。ビビアンさん何言ってるんですか。カラオケでいかがわしいことする人もいるじゃないですか。何を言ってんですか。カラオケ6000円高いな。でもフリータイム6000円高いな。その飯食ってもろもろで6000円って感じじゃね。沖縄だと。それと東京のカラオケ館めちゃくちゃ高いんでしょう。もう妄想想像がひどすぎ。ああクソだよな。しかも被害者存在しない妄想なんだよな。密室だからそうっすね。多分まあ密室だから分かんないな。分かんないですよ。僕はちょっとカラオケを何使うかちょっとよく分かんないんですけど、まあそうなんじゃないですかね。やっぱあのハンガーにコートかけて、コートっていうかまあ上着かけて、それをあの扉のとこちょっと上半分窓が大体あったりするんだけど、まあ、それをね隠すように、まあ、服かけてもろてハンガーかけて前に敵さん、敵倒せない？大丈夫ですか？あそこか。あ、敵だな普通に。まあ、しばこうぜ。はい。あ、ちょっと待って、それやばい。聞いてない。回復しよう。ナメップ良くない。起こされたかな。あ、見えない。あ、それまずい。それまずい。
なんで買ったんや今の。とりあえずカラオケボックスをいかがわしいことに使うのはもうやめてもろて、やめてください本当に。6倍いらない。いや先制攻撃受けて木の裏で隠れて打ち勝ったやつあったよね。あれはもう完全に駆け引きで勝ったよね今の。カラオケルームでナンパパンパンやろうぜ。いやそれはないと思うよ。それマジないと思うわ。でもどうだろう。ないと思うけどね。普通にそういうのって普通にホテル借りるんじゃない。カラオケでナンパとかはあるかもしれんけど、女の人からしたら嫌でしょ普通に。男でもちょっと抵抗あるもん。ワンペアだったらね、なんか成り行きでみたいなあるよね。ワンペアだったら成り行きでみたいなことはあると思うよ。でもないと思うよ。なんかパーティーみたいな感じでパーティー行かなあかんねん言うて、カラオケボックスになパーティー行かなあかんねんつって、それはないと思うよ。さすがに。いや完全にないとかそういうことではなくて、一般論ね、一般論。ミミアンさんも一般論の話をしてると思うからあれだけど、多分ないとは思うよ。ちょっとミミアンさんが何を言って、あ、やばくないそれ。倍率やばいんだけど。前に敵さん見っけ、前に敵さん見っけ。はい、 OK。 すごいです、かっこいい。変態感あるんだけど、ちょっとビビアンさん大丈夫？でも俺嫌いじゃないな。嫌いじゃないっすね。お前バナナだ。これは多分ボットのふりしてない？違うか。忘れ、大きな一物をください、大きな一物をください。8キルだよ、おいしい。すごいムードになりそう。普通にやらしい会をしながら切り取ってこっちにくい。どうもパブジーでイケメンオチニャンです。俺の AWM 欲しくないかい？ I got supplies. 俺今までどんな変な、なんか一番変なとこでしたの、どこだろうかって今めちゃめちゃ考えてるんだけど、俺意外と普通だな。俺自分では自分のことめちゃめちゃ変態だと思ってんだけど、経験で考えるとちょっと普通だな。人生はもっと冒険しないと思ったよね。
もう家でゲームしてる場合じゃねえんだよな、ほんとは。俺さ、たまに思うのが、俺さ、マジで外出かけないし、友達もいないし、ルクスポ飲みにも行かないし、そう、一緒に誰かと飲むとか、その友達がいないからそういうことしないんだよ。いてもしないんだけど、外出んの嫌だから。出会いとかそういうの全くないんだよね。だけど考えたのは、I got supplies. でも俺の年って、あの、男としては一番脂乗った年だから、多分俺自分磨けば一番いい時期なのに、それをこうやって家で週末ゲームして過ごしてるっていうこのもったいなさはちょっと感じてる。俺このままでいいのかっていうのは少し感じてる。もっといろんなことしたいけどね。好奇心自体は結構あるけど、20代の後半とかそういうのをやっときゃよかったなーって思ってますね。あんまりそういうことに価値を見出さんかったんだよな。ライブでステージに立つのが楽しかったかな。そういうのになんか命かけたいなと思ってたから。今は全くそんなんないけど、熱意ないけど。大きな一物をください、大きな一物をください。まあでもゲーム楽しいからいいんじゃないですかね。もう俺が楽しいと思ったことを好きなようにやるのが一番いいんですよ。ちなみに俺お酒好きだからね、飲みに行くっていうのも嫌いじゃないんすよ。お、もうやっちゃいましょうよ、もう行きましょうよ、あんなぶち壊しましょうよ。あ、ここあれだ、さっきあの辺で殺されたんだ俺。あ、車両止まってますね。いますかね。夏菜みたいにゲームでの出会い。え、夏菜ってさ、誰と結婚した？プロゲーマーと結婚したっけ？なんかいたよね、プロゲーマーと結婚した人。それが夏菜さんか？ゲームでの出会いは、いやでもないっしょ。いやないっしょ。あ、いるわ。Watch out!売った？この3番さん、夏菜でも好きよ俺。かわいいよね。前に敵さん見っけ。俺見えないっすよ、俺のとこから。ただ若干左に展開されてるんで。前に敵さん、いやー、ちょっと本当にそんな無理して撃つもんじゃないっす。ここに一応女子いますけどね。あなるほど。とりあえず前に行ってみるか。でもちょっと後ろで撃っちゃった。SKスサプレッサーだったからバレてない説ない？ないっすか？そんなに甘くないっすか？この稜線越えたら多分モロバレなんだろうな。あ、木炊いてる。え？それってもしかして美味しい？ちょっと一回燃やしてみる？もしたらどうなる？何も起こらん。何も起こらんか。これ集落攻略、お、ちょっとやり合ってんな。これ行くか。待って、本当にリコイルがうんち。
Marked a location. できること今やっとこう。今できることはブーストちゃんとやること。やり合ってんな。これ使いすぎたな。ほう、そっちにもいる。俺はアンチに入ってる。こっちグレ警戒だけちゃんとしとけばなんとかなる。神グレ来たらマジ積むな。ナイスナイス。どっかにグレないかな。グレ欲しいんだけど。結構人数残ってんな。裏側マジ気になるけど。Marked a location.すごいです。かっこいい。足出てない。出たり大丈夫だ。あと一人か。勝ったな。ガハハ。お疲れちゃーん。一応ってお疲れちゃーん。12キル。おいしい。